大型自動車。大型自動車とは、日本における自動車の区分の一つで、車両総重量1万 1000kg 以上、最大積載量 6500kg 以上、または、乗車定員30人以上の、4便以上の車両を、指す。大型自動車、第1種免許、大型自動車、第2種免許、以下それぞれ、大型免許、大型。 第二子免許と略記の運転免許でのみ、運転することができる。略称は大型。なお2007年6月2日施行の法令改正により、区分の加減が従来の車両総重量 8000kg 以上、最大積載量 5000kg 以上、または乗車定員11人以上から変更された、詳細は後日。道路運送車両法では4輪以上の 小型自動車より大きい、普通自動車に分類される。車体が大きいため普通自動車に比べ機敏な動作が難しく、また、車高の高さに伴う四角の大きさなどから、歩行者、特に小さな子供や高齢者の飛び出しなど、予測不能な行動には対処しにくとされる。ホイールベースも長く内はさが大きい。右差切時には、車両内側のものと接触しないか確認が、 必要である。もちろん普通自動車でも確認は必要だが、内差が大きい分より、慎重な確認が必要である。車両前方のオーバーハングが大きいために、乗用車ではありえない、車両前方を路面からはみ出させる運転操作が可能であり、また必要でもある。運転免許試験場や指定自動車教習所では、この操作を必ず要求される。 実際の路上では多くの場合ガードレールがあるためそれほど頻繁に行う運転操作ではないがそれでも時に必要ではあるハンドルを切れば後輪より前の車体部分はハンドルを切った方向に曲がると同時に後輪より後ろの車体部分はハンドルを切ったのとは反対の側に触れる例えば左折時には後輪より後ろの車体部分は右側に触れ時として 右隣の車線にはみ出る。このことは普通自動車も同様だが、普通自動車ではオーバーハングが短いために、このことを俺ほど意識しなくても良いのに対し、大型自動車ではオーバーハングが長いために強く意識する必要がある。ボンネットバスのような例外もあるが、現代の大型自動車のほとんどは、キャブオーバー形態であるため、ソーダリンである前輪はトラックでは運転者のほぼ真下、バスでは後方にある。 そのため運転者から見たハンドルを切り始めるタイミングは普通自動車に比べかなり遅くなる。後に軸の車両では旋回時にも後輪は直進を続けようとする力が強い。そのため状況によっては前輪が負けてしまってハンドルを切っても切ったようには曲がらないことがある。広さだけから見ればハンドルを大きく切りさえすれば曲がれるはずの角でも積載、路面、 勾配によってはあえてハンドルを少ししか切らずに全更新を繰り返しながら何度かに分けて曲がる必要がある。ナンバープレートは大分サイズになっている。かつての自動車免許には大型免許という区分は存在せず、普通自動車免許以下普通免許と略記を持っているだけで、大型自動車相当の自動車を運転することができたが、1956年8月1日に、 大型免許と普通免許に区分され、普通自動車のうち、または最大積載量 5000kg 以上の貨物自動車は、普通免許で運転することができなくなった。この時普通免許を所持していたものは、第二種運転免許の新設と合わせて、大型西免許に免許区分が変更された。ただし、道路交通取締法施行規則の運転できる自動車の種類では、大型自動ではなく、 普通自動車のままである。1960年の道路交通法制定時に大型自動車の区分が明記された。当初は18歳以上で普通自動車の運転経験がなくても直接大型から受験できたが、相次ぐ大型自動車の事故により、さなげダンプ事故の項目も参照、1967年試験方法を改正し、 大型免許の受験可能年齢を20歳以上で、なおかつ普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得後2年以上の運転経験を持つ者に限定することとなった。2007年の法令改正施行により、中型自動車免許第2種を含む以下、中型免許と略期が新設され、大型免許第2種を含むを必要とする車両規模の加減が、 改正前の特定大型車、精霊大型車に相当するものに変更された。この新大型免許については、21歳以上で3年以上の運転経験を持つ者が、受験資格、自衛官を除くとなるが、これは改正前の特定大型車の運転条件と同じである。そのため、この改正で試験車両が試験場、教習所いずれも変更となり、 大型一種免許では、いわゆる増トン車、4トン車サイズで5.5から7トン積載、全長約7から8メートルが、それまで多く使われていたが、古さず、全長約12メートルの大型車両に変更となっている。また試験場での受験でもそれまでは、場内、校内のみの試験であったが、改正後は、場内、校内試験に合格して、大型仮免許の交付を受けてから、 大型免許取得3年以上か、大型二種免許取得の経験者、あるいは技能教習に従事する指定自動車教習所の教習指導員に同乗してもらい一日2時間の路上練習5日以上が必要となった。この路上練習が終わってからでないと、路上試験、校内行動を受けられない。路上練習に必要な大型免許所有者と大型車両を揃えることは簡単ではなく、このため、 改正前と比べて、試験車両の車体サイズが大きくなったことと合わせて、試験のハードルが高くなった。なお、今回の改正前に普通免許と大型免許を所持してしたドライバーは、更新時に免許証が大型、中型となり、免許条件に、中型車は中型車に限るという表示になる。この場合、大型免許がある以上は、中型車以外の中型車でも問題なく運転できる。 またこのドライバーが更新時の適正検査で新視力などに不合格の場合は大型のみが取り消しとなり中型自動車発ン限定免許を取得することができる。反対に中型免許施行後に新大型免許を取得した場合免許証欄は同じ表記となるものの中型車は中型車に限るの表示が消える既得権放棄。また 改正前の大型免許所持者が中型第2種や大型第2種免許を取得した場合も8トン未満限定が解除される上位免許取得による既得権放棄のためそのためこれらのドライバーが更新時の適正検査に不合格になった場合合格基準が同一である中型免許、準中型免許も不合格取り消しとなり 車両総重量3.5トン未満まで運転可能の新普通免許が交付される。同様に2017年の改正による準中型免許新設の際にも改正前に普通免許と大型免許を取得した場合、免許証欄は準中型、大型となるが免許条件に準中型で運転できる準中型車は準型車に限るの条件が付与され、 普通、二種、大型二種を取得した場合、準中型に二種免許は存在しないため、中型二種免許、大型二種免許となり、免許条件には、中二で運転できる、中型車はなく、準中型車は準中型車に限るが付与される。上位免許を取得した時には、中型5トン限定と同様に前日の条件は、解除される。大型免許、第二種含むで運転できる車両は、 牽員免許が必要な牽員自動車を除く四輪車。具体的には、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び 50cc 以下の、原動機付自転車、小型特殊自動車である。大型自動二輪車と、大型特殊自動車は、大型という名称が入っているが、大型免許では、運転できない。前車は大型二輪免許のみで、運転家であり、 後者は大型特殊免許でのみ運転家である。自動車重量税は一般的に自動車購入時や車検の時に同時に納付する。また、自動車重量税は同じ乗用車、ナンバープレートの分類番号の上1桁目が3.57でも 500kg ごとに納付額が異なるため、車検の料金表などでは車両重量が 1500kg を超え、かつ、 2000kg 以下の乗用車のことを、大型自動車、または、大型乗用車と表記されていることが多い。なお、貨物車については、車検の料金表などで、大型貨物車と表記されることはなく、道路運送車両法に基づき小型貨物車、4ナンバー車、分類番号の上1桁目が4.6と、普通貨物車、1ナンバー車、分類番号の上1桁目が1で分類し、 さらに重量で細分化されている。高速道路の料金区分における大型車は、道路交通法における大型自動車という意味ではなく、高速道路独自の区分によるものである。高速道路によって料金区分が異なるが、基本的には次の車両が大型車となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。